おはようございます、黒三つ葉です。ということで今回はですね、はじめ社長降臨をやってたらめちゃくちゃ HP の高いヒカキンさんが出てきましたので、今回はですねこちらのヒカキンさんを毒を盛られたヒカキンと題しまして毒殺していこうかなと思います。はいめちゃくちゃ残虐なこと言ってるけどね。でこのヒカキンさんなんですけど、まあこのはじめ社長のクエスト自体がかなりヤマタケっぽいクエストになってます。でこのヒカキンさんの位置にいるのが、まあ、本来であれば青鬼っていうキャラなんですけど、まあ、その青鬼が、HP7 億超えと、原作のヤマタケの方だと。めちゃくちゃ高くて、まあ、このヒカキンさんもね、同じぐらい HP 高くなってますので、まあ、普通の方法じゃ倒せないと。で、まあ、しかもね、このヒカキンさんは倒した時に行動するっていうドクロマークがね、頭についてますので、まあ、そこら辺も気になってね、ちょっと今回は、倒していこうかなと思います。で今回使っていく技が胡蝶忍さんの SS ですね。この忍さんなんですけど、どういった SS になってるかっていうとですね、まあ触れた敵を毒状態にするんですけど、この毒っていうのがかなり特殊なものになってます。1ターンあたりの削りが敵の最大の HP の 15% 削るっていうものになっているので、まあこれが4ターン継続するので、1体忍さんの SS を打って4ターン継続すると、敵がね、HP40% しか残らない。まあ 60% 削ってくれるっていうことになります。で、まあ 60% 削ったところでね、残り 40% 残っちゃうので、まあ今回は忍さん2体積んでですね、まあ最大 120% ということで、回復とかされない限りはもう絶対にどんな敵でも倒せるっていうね、最強の状態で倒していきます。はい。で倒れましたとでね、ここでボムを投げてはじめ社長を倒すっていう、まさかの友倒れっていうね結構面白い演出になっていましたよっていう動画でした。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、黒三つ葉でした。